豊島は京都府舞鶴市の舞鶴湾内に位置する島である。約1500年前の土器が発見されていることから古墳時代には人類がこの地にいたことが明らかになっている。この島は戦時中の1897年に国が買収し海軍の施設として1909年火薬温室と海軍病院消毒所が1929年には 海軍交渉大砲発射場が設置された。戦後、一旦は市民に払い下げられ、農地として利用されていた時期があったが、京都府が青少年の野外活動の場として活用するために購入した。舞鶴湾港より約3 5トルに位置し、面積は約258,600平方メートル。周囲約2 7トル、標高1 2 7メートル。 以前からタヌキが多く見られたことから、通称ポンポコ島として、キャンプに訪れる子供たちに人気があった。近年は、イノシシやアライグマ、ヌートリアなどが住み着くようになっている。樹木はタブノキ、スダジー、松、ハリギリ、イヌシデ、ヒサカキなどが見られる。島の所有者である京都府が青少年の健全育成を図る。 野外活動の場として、キャンプ場等を整備し、1969年7月22日に、青少年の島、都島として、開けしました。1993年には、開設25周年を記念して、愛称を公募。島に生息するタヌキが、利用者の間にイメージとして、広く知られていたことから、ポンポコ島の愛称がついた。主に下記の2ヶ月間、 電気やガス等のない野外活動の場として利用されていたが、前日の通り、タヌキのほかイノシシやアライグマなどが住み着くようになり、危険となったほか、施設の老朽化、井戸水の衛生悪化や、護岸の侵食等が著しく、折からの財政難が追い打ちをかけ、2008年シーズンから一時休止ま、されている。なお、島は上陸禁止となっており、当然、定期便はなく、 船をチャーターするしか渡航する方法はない。ありがとうございます。